そうですね。うん。と前出ますね。ああ岩裏ですね。めちゃめちゃ。めちゃ重すぎそれ。で出てきた。激ロースの。うん。この三人たち。あ左おるの。ナイス。うん。ワンパン、ここ岩裏よね。やべ。ナイス。ナイス強すぎ。ああ、燃やしてる燃やしてる。強すぎ。なんか。うん、そこのか。左側だね、多分これ。どうも、ズーマです。今回なんですけれども、強化された KRM を使って遊んできました。で、まあ、最近僕、最近、ちょっと前までかな、SG にハマってて、特に KRM にハマってたんですけども、まあ、その好きだった武器がね、強化入って、まあ、僕は嬉しいなっていう感じなんですけども、まあ、主に KRM ね、そのダメージだったりとか、射程が強化されて、以前よりかも、ワンパンしやすくなったような感覚でございます。なんでね、もうショットガン、まあどのショットガンも強いんですけど、BY も強いし、弱テレブも近距離強いし、みたいな。で、KRM も強いし、まあなんだかったらその単発 SG で強いって言われてるのは HS だと思うんですけども、KRM 今回修正というか強化されて、僕は全然 HS にも負けないくらい強くなったんじゃないかなっていうふうに思っております。で、その理由としては、その HS って確かにその距離があってもワンパンしやすかったりとか、一発のダメージでかいんですけども、KRM はどっちかっていうと、射撃間隔、連射速度が HS に比べて速いので、そのポンポンいっちゃうっていうか、機動性に長けてるというかね、なんかそんなイメージでございました。なんで、ね、その、まあ、HS の感覚に慣れてる人もいると思うんですけど、KRM はどっちかって言ったらもう、ポン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 いけるような、感じのイメージでございます。その次の打ち出しが早いんですよね、HS よりかも。で、それ、なおかつ、それで割と距離があってもワンパンできやすくなっているので、まあ、これはなかなか害悪な武器になるんじゃないかなっていうふうに思っております。まあ、もともと前からも強かったんですけど、その何強化入る前からも全然強かったんですけども、なおさら強くなって、うん、やりやすくなったかなって感じですね。まあ、ただ、その注意しなきゃいけないっていうのは、やっぱその分、なんていうんですかね、その密集率をちょっと外せば、エイムが合わなかったらワンパンはできないんですよね。なんで、ロングバレルのモッドが必要だったりとか、あとやっぱカスタムの方がやっぱり強かったりはします。まあ、落ちる KRM でも強いんですけど、やっぱ距離がね、近くないとワンパンはしにくいかなっていうようなイメージだったので、なんでね、いずれにせよカスタムは組んだ方が強いかなっていうようなイメージでございました。で、今回はこの新武器の ZRG220mm?と KRM っていうね、ワンパンコンビで今回遊んできております。まあ、結構どっちもいい感じにキル取れてたのかなって思うのでね、まあ、キル集でもあったように、もう基本的に最近はこの ZRG と、ショットガンで遊んだりとかしたりしております。で、カスタムは最後に載せてますので、もしカスタム気になる方は最後まで動画見ていっていただけたら、カスタム、紹介してますんで、見ていってください。で、まあ僕、このサバカなんですけど、サバカではこのね、KRM のレジェンドスキン買ったんですけども、まあレジェンドスキン買ったから来たかな。どうなんだろう。わかりませんけど。このでも、この近未来的な感じのいいですね。この距離もあっていく。いやー気持ちいい。いいですね。で、僕の最近のハマりは SR で一発当てた後に SG でやるみたいな感じでね。そんな戦い方をしたりもしてます。まあ金砂と SG みたいな。そんな感じで戦うのを最近ハマってますね。
この辺敵がいるっぽいんだよね。どっちかな。下っすね。今回僕がこの使ってるカスタムはどっちかというと腰打ちっていうよりかはエイム打ちのカスタムにしてます。ね、このね、なんかちょっとよくキルシューで見る、なんかね、落ちてからの腰打ちで倒すみたいなね、ちょっとあれをやってみたらたまたま当たったって感じでしたね、今の。まあ個人的にはまあ僕は BY よりかも KRM の方が好きなんでね、まあ、KRM のレジェンド勝ったんですけども、まあ、HS とその KRM で多分比較されやすくなると思うんですけども、まあそのこれは結構好みによるんじゃないかなって思います。 KRM でも全然強いっちゃ強いけど、やっぱ HS の方がダメージが火力が高いっていうイメージかな、うん、機動性を取るか火力を取るかっていう感じのイメージだと思います。ぜひね、参考になったら幸いでございます。それではね、カスタムの方をご紹介していきたいと思います。まあ先ほど言ったようにね、僕はあの KRM はね、覗きエイム打ちのカスタムを主に組んでます。で、まずここはマズルにチョーク、これでダメージ射程距離と、あとエイムの散布量を3回かなを上げてます。で、まあなおかつ腰打ちも、まあ、腰打ちも一応いけるようにみたいな感じでも使ってますね。で、バレルにこれですね、拡張ライト拡張バレル、これでエイム散布回とダメージ射程距離上げてます。まあ、主に射程とエイム散布回をまあ上げてるっていうようなカスタムになっております。で、ストック、こちら、ストーカーストック、これでエイム散布量、散布回上げてて、で、この RTC3 ストックなんですけど、別にこっちでもいいかなって思ってます。その、ただ、エイム移動時間、エイム時移動時間があの遅くなっちゃうんですけど、あの僕が打つときってクイックショットで打ってるから、あんまり関係ないなっていうことでね、別に RTC3 ストックでもいいかなって思ってます。けど、ヒットフリンジと横ハンドは別に気になってないので、まあ、どっちでもいいかなみたいな、そんな印象ですね。まあ、こっちの方が、あの、AMG の速度が、あの、下がらないので、僕は機動性を上げるためにこっちをつけてますって感じですね。で次、あれ、レーザー。タクティカル。これでエイム散布回と ADS 時間。で、最後にグリップに、流暢グリップ。これでエイム散布回を上げております。まあ、本当に基本的にエイム散布回上げてるって感じですね。で、おすすめモッドは、長射程、エイム速度、ロングバレルです。ぜひ参考になったら幸いです。それでは、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。